今日は龍がなんかどうしても言いたいことが言いたいことというよりかはなんかあの世の中世間とか納得いかないものとかって意外とあったりするんですよね。世の中の不条理に気づいてた。やっぱこの小さいことですけど、そちらさんの方が僕より長くいってるし、まあね、そういうところをちょっと言えたらなっていうところで、うん、小さいことに、うん、小さいことに納得いかないもん。ゲームのソフトの値下げ物の価値、物の価値の値下げ。あ、例えばさ、なんか欲しいゲームあってさ、はい、発売日当日に買ったらさ、定価で買うったりするわけじゃん。はいはいはい、はい、なんだけど、ちょっと人気なかったりとかするとさ、もう1ヶ月後とかにも値下がりしてたりとかするじゃん、はい、お得感を出すやついるじゃん。ああ、ちょっと待ってよかったみたいな。あ、だからなんか物の価値は均等に置いといてほしいみたいな。ああ、なるほどね。俺、いいっすか、うん、TikTok とかインスタとかで雑学を話しますみたいな人よくいるじゃないですか。これをやっといた方がいい日常生活のなんとかトップ5、5選みたいなっていうのがよく出てくるんですよ。僕イライラするんですよ。なんかそれ人それぞれじゃねと思って、それ絶対嘘じゃんみたいな、個人の意見を共有させてくんだって思ったりしちゃうんですよ、うん、そういうやつに限って協力します。自分の中で抑えとこうって、うん、雑学ってそんな人に撒き散らすもんじゃないから。僕はそうは思います。そういう人は発表したがりってところもあるかもしれないけど、注意を促す子の方がいいですよみたいな。 それを見て俺がどういうリアクションすればいいのって思っちゃう。それは人それぞれ主観なので、うん、載せるのかもしれないですけど、うん、僕のところには来ないでほしいって言いたかったことない。それ、はい、ここ使ってまで。あとはなんか散々なんか粘ったあげく、うん、答えはコメント欄にありますっていうやつ引っ張んなよって思う。ただ見てほしいからやってるじゃないですか、うん、その時間無駄だったな。なんだろうな、ゆうたろうくんはもうあれネット引かかないでこれ人間ちっちゃい。人それぞれの意見ですけどね。付随してネットの情報ってさ、いろいろ出過ぎてる、はい、栄養素とかでも何々が体にいいっていうネットの情報と、うん、その栄養が体に悪いっていう、はい、あれさ、こっち心配して調べてるけどさ、情報が拡散しすぎてじゃん、ネットって、うん、何信じていいか分かんない。そうですね、ネットは基本信じちゃダメですよ、うん、人から教えてもらうものこそ一番深かったりしないですか、うん、確かに経験でね、これ食べたら美味しいよって言われるのも、うん、ネットで見るのと人から言われるのだとやっぱ人から言われた方がやっぱやろうって俺は感じるんですけどね、うん、趣旨がちょっとネットをこう切るみたいな。あ、そう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 、うん、これは犬飼ってる人あるあるんですけど、犬ってどう思います、うん、やっぱり人だと思います。要は基本世間一般って犬は物扱いするんですよね、うん、で僕の中では一人の家族じゃないですか、うん、犬を飼ってる人とかから見たら家族なんですよ。で例えばそれが不慮の事故に巻き込まれちゃったとかすると殺人じゃないんですよね。あれ器物損壊なんですよ。え、生命あるものが、はい、マジでそれだけで許せなくて、うん、命だから、うん、そこはあの、うん、ぶち切れそうになりました、うん、なってます、ね。俺にぶつけんなよ。まあ確かにそうだよね、犬のことをワンちゃんって呼んだり一匹って数えたり、その一人称を一人ってちゃんと数える人もいるしね、はい、やっぱ犬でもね一人ですから気持ちはわかんない、はいはい、なんだけど俺は恥ずかしくて言えない。え、言えないですか。うん、俺一人って言っちゃってます。人の前だけやっぱり引きつけちゃうね。本当ですか。うん、俺この後の話にするのがすごいちょっと、あ、でも全然いいんですね。ちっちゃい話になるんだけど、何言おうとしたっけな。で何起きてるの俺に。思い出した。あ、そう、美容室絶対自分のイメージ通りに仕上がんない。あれも本当毎回納得いかない。なんて言ってるんですか。やるときキムタクの切り抜きみたいなものでしてくださいっていうのも、そういうイメージで自分はここ何センチ、あ、後ろちょっと短めとか、そういう風に言っても絶対伝わってない。こう意思の疎通ができてないというか、お互いのイメージ、これゴール地点違うじゃんみたいなところに着地させられるの、うん、だからだったらなんかそういう雑誌とかも渡されるじゃん、はいはいはい、こういう感じって、うん、いうのが早いから、タクヤさんの写真とかそういう切り抜き、タクヤさん、何でしょう、タクヤさん、タクヤさんってタクヤさんって言わない、キムタクとかじゃない、え、じゃあ自分が後輩の時もそういうふうに、木村さんじゃないですか。あ、木村くんじゃないんだ、そこは。なんかジャニーズってそういうルールが俺あると思った。多分木村さんだと。あ、そうなんだ。20個だから10個離れてる人に関しては、うん、さん付けです、うん、あ、そうなんだ。俺ルールがあったのかと思ったね。タクヤさんのいつもね切り抜きを持ってってるんだけど、キムタクにしてもらっていいっすか。なんかちょっとなんかあの地元の先輩みたいな雰囲気でリスペクト込めて言ってるんだけどね。あ、そうそう、タクヤさんのそういうイメージ内容がね入ってこないんですよ。聞き逃せね。タクヤさんがもう、うん、最初だからそうドラマあの頃のみたいな感じの伝え方もあったんだけど、
伝わんないんだよね。キムタクは顔がやっぱかっこよすぎるっていうのと、キムタクだから似合うっていうのであって、お城さんも確かにあの、うん、馬の中ではキムタクかもしれないいや馬の中ではですよ。ホース界のホース界のキムタク、ホース界のタクヤさん美容院に行くと、シャンプーするじゃないですか、痒いとこありませんか、って言われません？日本人って多分必ず絶対大丈夫ですって言いますよ。ノーと言えない日本人的な、そうです、あの気を使って大丈夫ですって言っちゃう、多分ここ痒いとか本当はまだあるんだけど、あえて言わずに大丈夫ですって言って、大丈夫ですって言うの分かって聞いてるよね。そうです、そうです、痒いとこないですかっていうのはもうシャンプー流していいですかみたいな感じですよね。マニュアルだね。研修中もそうやって教えてんだから大体ここで指示してくるやついないと思うんだけど聞いてみたいな、だからまだ得意じゃないなっていうのがすごい一番。電車とか乗ってると優先席ってあるじゃないですか。でさ、普通の席に関しては自由にこっちが過ごしていいわけじゃないですか。これはたまにかもしれないですけど、おじいさんおばあさんがやっぱ来るガンガン足腰ピンピンしてるやんっていう、そういう人に限って若者が、そういうことね、そう、変わらねえ変わらねえってなんかどっかで嘆いてるものを全部そうやって見せてくるんですけど、優先席あるじゃん、だったら変わってほしかったら優先席行きませんって思うんですよ。ただまあ俺も一人の人間なので自分より年の召した方にの前で座るわけにはいかないんで、やっぱ立つじゃないですか、どうぞって座って。でも隣のサラリーマンとかやっぱやらないんですよ、当たり前。自分はここで寝ているし、まあマナーはね、わざとこうやってる、ね、やってる人とかいるじゃないですか。さっきまで携帯見てたのにね、そういう人の影が見えたらね、でそれを見てるとイラってくるんですけど、これ出すと1個だけまだあった。まだ喧嘩したんですよ、電車の席ってこうやって並んでて、こことここに立つ時ないですか、斜めになってる時。僕がこうやって座ってて、お城さん立ってるとするじゃないですか、こういうこうやってね、でこことここにも人いるわけじゃないですか、で多分真ん中が空いてる状態です。一回これがあったんですよ、で僕こっちにいて、ここにいたんですね。下にここは優先席ではなかったです。で、この人が降りたんですよ。で、この直線で行った方が近いんで、ここの人はこうずれてくれるわけじゃないですか。で、ずれたんですよ。座ったんですよ。そしたら次こうなるじゃないですか。僕がここにいて、そしたらこいつが俺の方にそこで見てるんですよ。俺は先いたし、俺が座るのが通りだろみたいな雰囲気で、お前なんで後から来て新参者で茶化し抜かしちゃってんのみたいな雰囲気感じで、じゃあなんすかって言ったんですよ。いや別にみたいな雰囲気、変わりましょうかって言ったんですよ。そしたらいい、ごめんねって言って変わったんですよ。でこうやって入れ替わりで決まったんで、こうしたんですよ。そしたら変わろうかって言って、ああごめんねってまたじゃあ、ごめんねっ て, ってまたこうなって、電車ルールもちょっと決めてほしいです。こういういざこざがないように。これ特殊だよね、龍だからだよね。一回なんでですか、絶対違うでしょ。一回ちょっとこれ企画で授業しないとダメだね。そうだね、ルールを教えないとダメだ。そうだね、社会にこれね適用できてない説あるぞ。目の届かないとかちょっと心配だよね。ただでも僕は決して手は出さないんですよ。手は出さないけど、こうなってたじゃん。東京リベンジャーズだったら始まってたよ。心配だよね、こんなの。授業だな。授業ですか。あのね、よそ様に迷惑かけてないかっていう、ちょっと道徳の授業や。道徳の授業。こういう時は、あのちゃんとあのどうお年寄りをフォローしますかとか。最高だ。